ガンプラ史上最も面白い説明文がこちらに対する反応集をお送りします。無茶を言う。電波専用プラモデル。戦闘中にやることか。ニュータイプ相手が確定してるの辛い。つけた瞬間に落とされる。ファンネルを切り払いながら取り付けます。エリート兵器だな。後ろにも目をつけます。意味わかってもやっぱ面白い説明文。何の機体の説明書なのか知らない画像。これだよ。誰だ、マジで知らん。模型戦士ガンプラビルダーズビギニング G に登場するボリス・シャウアーのカルフォーエバーガンダムをご存じない？ビルドシリーズにこんなのいたっけと思ったらビルダーズの方か。そういや見たことなかったわ。機体は知っててもお話は知らないって人も多そう。自分がそうだったっていうだけだけど。ビギニングくんは見たことあったけどライバル機はあんまり話題になってるの見たことなかったかも。それこそスレガの説明だけ一人歩きして有名になってるイメージ。マジで初めて見たガンダムだ。モビルスーツ V もセンチネルも F90 も知ってるのに。ビギニング関連めったに再販しないし、ゲーム出演とかもあまりしないから文字通り最初のガンプラアニメなのに知名度低いんだよね。なぜか馬に乗って登場するボリスシャワーさん。なぜか馬に乗って登場するボリスシャワーさんじゃないか。あれ確かに謎だったね。まあ最初の名人枠みたいな人だし。すごいやつプラス馬はむしろ鉄板の組み合わせだぞ。ヨフには関鳥羽、前田慶次には松風、ラオウには国王号とかな。模型戦士ガンプラビルダーズビギニング G いいよね。おはげリスペクトの演出とかもちょいちょいある。静岡市民待望のご当地アニメビギニング G。いつ頃だったかガンプラ買うとついてくる DVD のアニメだよね。正直ビルド系の中で最も完成度の高いアニメだと思う。ガンプラ作成シーンをちゃんと描写してるから。後ろにもパーツをつけるんだ。ひらめきは必須。レベル差があれば集中でもか。ガンプラビルダーズも見て、1話が特に好き。ニューを意識した配入のプラモカラーいいよね。第一話ではお月にこれ作らせていた仇役の坊ちゃんが最終話では自立で組み立てたとフォロー入ってたし。他人に作らせてただけでガンダム、というかガンプラ、好きなのは本当なのも良いし、負けは負けと認めて成長できるタイプなの本当好き。1クールあればもっと輝いてた。こんなアニメあるよって友人に勧められたせいでくすぶってたプラモスピリッツに火がついて15年ぶりに復帰したせいで工具揃えたり、エアブラシ導入したり積んだりでどんどん部屋が狭くなっていったわよ。これと勝負できる組み立て説明なんて存在するのかね。偶然の産物では他にないだろうな。ベアッタイもだけどデンドロザクレロが面白いアイデアで感心したな。頭カチカチなおっさんにはそういう発想すら出なかったから目から鱗だった。あとステルスゲルググとかクロイジオとかね。確かサイサリスダブルシールドとかいたな。レラがファンネルを避けながらパーツを装着させるんか。オールドタイプ以下のキースより劣る俺たちに。ワイは爆散したで。ほな。君の犠牲は無駄にはしないぜ。おかげで俺は接近できたぜ。ここまで近づけば四方からの攻撃は、キャー。やられてんじゃねえか、おいおい。12人いたアマチュアモデラーが全滅だと、ものの3部も立たずに。化け物か。尺の都合もあってハルくんのビルダーとしての成長速度が凄まじいやつ。前3回だからなあれ。自分もテレビ見てて唐突に告知してたから見たって感じ。告知見なかったじゃビルダーズ知らないまんまだった。クマッガイの恐ろしさよ。メガ粒子砲とかガンダムド素人の女の子らしい武装が怖い。プラモ作りの楽しさを描く作品としてはその後のビルドシリーズより上じゃないかと思う。本当に初心者向けガンプラアニメって感じだったからガンプラビルダーズ。こいつとアメイジングレッドウォーリアは定期的に再生産していただきたい。どちらも登場時の感動が忘れられない。百式を白くと装した百式を使っていた友人男。アッガイにクマのぬいぐるみを着せる。アッガイをクマ型に改造。改造プランを考えて、実際の改造は友人や店長に丸投げした友人女がいた気がする。岡本さんの役健太。伊勢さんの役リナ。だな。春の家に遊びに来てガンプラ制作してたね。そん時は春まだ初心者だったから。クマ型はベアッガイだな。ビーム縦笛とミサイル内蔵ランドセルとメガ粒子砲とかいう改造は自由でもいいんだをやったキャラ。ベアッガイはその後にあれだけのバリエーション出たんだから先駆けなんだよな。コミカライズ版だと最初の主人公キワゴッグの手つきゴッドガンダムだったりするやつ。あの有名なガンプラか。見たことないけど本編にそんなシーンでもあるの？本編にはないよ。本編だとフォーエバーガンダムの組み立て一切ない。ライバルの機体だから。ガンプラの説明書になぜかバズーカの取り付け説明載ってるんだよ。
アニメだとバズーカ使ってない。ガンダムハンマーは確か使っていたはず。見たことないけどフルアーマーザクみたいなやつにはプラモ教師ロウミを感じた。F2000 だね。モデラーの兄ちゃんがなぜかガンプラ操作すると性格が変わるっていう。あれびっくりしたな。イリノさんあんな演技もできるんだって見てて思った。ガンプラビルダーズは戦闘のノリが後継作と違うというかバトルが一番生っぽい感じなのが良い。尺もあるとはいえいきなり乱入してケチョンケチョンにしてくるシャワーはやっぱり大人気ねえな。これさんのキットが棚に並んでるところを見たことない欲しい。ザクレロがデンドロビウムを倒すシーンが見れるのはガンプラビルダーズだけ。ビルドシリーズ始まった時こっちの感じで行くのかなって思ったら別物だった。ファイターズはほぼほぼ同じ路線だろ。バトルの方式で言うならどっちかって言うとダイバーズよりじゃない？ビギニングガンダムアクション映えすると思うんだけどなーって思うんだけどあんまりゲームで出ないね。ビギニング30なかなか再販されないんだよな。過去に再販された時も最初に発売されてから3年とか4年くらいとかだった。当時は見る手段少なくて困ったのを思い出した。話数短いからテンポよく強くなるね。ベアッガイがここからマスコットになるとは思わなかった。アクションシーンは下手するとリアルガンダムより好きかもしれない。めっちゃプロレスしてて良いよね。戦争ものから脱却しようとしたのはすげえいいアイディアだったね。売りたいのはプラモだし。ビルダーすげえな、おい。これで50には作れるだろ、ハイゴックいいな。普通に4クールで作れよ。設定もストーリーも長期用にきちんと練り直せば相当面白いだろこれ。ビギニング30圧倒的すぎ。チートと言われても仕方ないレベル。そりゃあんだけ無双できたんなら楽しいだろうさ。ベアッガイの凶悪さに吹いたザクレロザクとか、スタッフも楽しんでそうだな。アナザー系がアストレイ以外にいてもよかったかな。せっかくのお祭りアニメなのにほぼ UC オンリーってのはもったいない。ガンプラビルダーズは確かに面白かったな。ガンダムものとしてじゃなくてあくまで娯楽として、だけど、4クールはだれそうだけど、2クールぐらいで成長過程を追うっていうのはマジでありだと思う。ビギニングのデザインクソだと思ってたけど、プラも買って塗装したら意外とかっこいいわ。だがライフルのダサさは擁護できない。レア機体持ってるからってガンプラ始めたての初心者を自分の専用機でフルボッコにするボリスさんマジ大人げない。つか、まともな大人少ない。尺短いけど縦がすごく良いので印象に残るしまんまとプラも買ったから俺は楽しんだな。ビルダーズはもっと評価されるべき。スーパーカスタムザク F2000 の設定がバカバカしくて好き。F2 ザクをカスタムしたら強さ1000倍になって F2000。強すぎてアバワークーに封印されてたとかもうね。パテを盛り削りしただけの増加装甲は脆いとか言ってたっけな。正直、ビルダーズが一番面白かった。BF と BFT はとっちらかりすぎなのと、不要キャラ多すぎて脚本が全く制御できてないのがあかん。地味に排入ガンダムがアニメで動いてた作品。なんで急にガンプラが価値あるものになったの？に対する反応集をお送りします。ババアのお土産程度だったのに。もう普通に売ってるぞ。近所の家電屋行ってこい。マジで誰が買ってんの？むしろ昭和の頃から。ババア買ってきたのガンガルやろ。近所の模型屋は山積みになっとるわ。一時期転売屋に買い占められて完全に需給を見誤った感じがするな。実際どうか知らんが。問屋が転売屋でバンダイがブチ切れたんだよな。株が上がってるんじゃなくて円が下がってるだけなのと同じでガンプラが上がったんじゃなくてオタクの人生の価値が下がっただけ。チャイナマネー定期。中国倒産が飽きた時の反動がすごい。鉄道模型ほどではないが、それなりのポジション。中国人で比較的裕福なのは上位 10% しかいないがそれでも日本の総人口より多いからな。中国人の中でマウント取るためにパチモンじゃなくてジャップのオリジナル品を見せびらかしたいと思ったら買われる。昔は HG1000円、MG3000円、PG10000円だったのが今は HG3000円、MG10000円、2000円、PG30000円だもんな。アホなガンダムおじさんが転売クズに餌与え続けているからな。人口14億の中国で買うやつがそれなりにいるからだろ。釣られて買ってたおじさんたちも置き場所がなくなってきた感じか。初代ガンダムが流行った時だって並ばなきゃシャアザクとか買えなかったぞ。俺はガンダムのプラモが欲しかったのに朝起きたら枕元にボトムズのプラモが置いてあった時の悲しみがお前らにわかるのかよ。太った旧ザクみたいな見た目しやがってもっと小さな子が喜ぶフォルムにしろや。ガンガルみたいなパチモンがたくさん出てくるくらいには昔から価値ある人気商品だったよ。80年代244分の1のガンダム手に入れた時は嬉しかったなぁ。たった300円だった。
ポリキャップがなかった頃だから遊んでるとすぐ関節が擦れて立たなくなった。気分で買ったまま組み立てる暇なかったガンプラが高騰してて笑う。組み立てずに家に置いてあったのが何倍もの値段になってた。ジグマックと抱き合わせなら売ってもらえる。300円700円の出来の悪いガンプラをどこまで修正するかって文化だった頃の方が楽しい。もう買ってないは高いしいまいちなもんばかりだし。ポケカもそうだがコロナで生産力下がったから。RG ガンダムバージョン 2.0 予約できなかったわ。悲しい。子供の頃にお店のくじで当たったプラモが、すぐ箱とか捨てたからかずっと詳細不明だったが最近画像検索したらドラグナーの敵やられメカというのが判明したわ。もう余裕に戻ったかな？と思っていたんだけど再販分の多くは瞬殺だったようだね。昨日帰りに寄ったら棚スカスカになってた。雑貨欲しかったわ。昔は駄菓子屋でプラモ売ってて買うとうまい棒とかおまけにつけてくれたもんよ。ソフビもよ、ガチャだって500円するわ。ドラボボやジョジョのフィグアだって、視聴率悪いくせして、冗談じゃない。転売するにはガンプラは全然適してないだろ。利益低いし保管するにも場所取るし送料も高い。ゼータガンダムのモビルスーツが好きだった。当時何個か持ってた。今アマゾン見たらめっちゃ高いんだな。6000円ぐらいするじゃん。まだ中国人とか言ってんのかよ。向こうで平積みされてる写真撮られまくってるわ。初期の転売騒動の煽りに釣られて一般人が焦って買いまくったのが原因なんだよ。満タンに出荷されてる商品なのにメルカリとヤフオクで大量出品されてるわけでもないのに何が転売のせいだよ。昔から抱き合わせでしか買えないほど人気だったんだが、普通に買えるのは土台とかザクレロとかくらい。ガキの時に買った初期型のズゴックは今でも買えるのか？小さい箱のやつで買えるなら欲しいな。中国人転売屋以外に何があるんだよ。スイッチや PS5 やポケモンカードがバカみてえな値段になったのも全部中国人が原因や。薄着でガンプラ作ってる YouTuber の影響で売れてるのかと思ってたわ。今って1000円ちょっとの HG でもすぐ見で色分けきっちりされててできいいのな。コロナの暇つぶしでオタク以外の客が入ったからじゃないの？でそれがまだ飽きずに居残ってるから供給不足になってるんじゃね。中国人たちはガンダムアニメ見てないのに欲しがってるらしいな。何十年も前の初期ガンプラブームの頃小学生だった。今日はどこそこの模型屋に入荷するそうだ、みたいな情報が毎日のように飛び交っていたわ。コロナ前までは供給の方が明らかに多くてガンプラ以外にもプラモデルは定期的に半額で投げ売りされていた。円安も重なってプラモは今から始めるような趣味ではないと言い切れるわ。中国の分は中国で製造しろよと言いたい。バンダイの出荷調整が絶妙。一大勢力の中年ガノタの多くはゼータ以降の宇宙世紀ものが欲しいのにファーストガンダムシリーズだけ延々再販。仕方ないので種みたいなアナザー系をしぶしぶ買ってるような状態。ガンプラ不足と言われて3年ぐらい経つのに未だに飢餓感がものすごい。メイン中年だよなこれ。子供が減ったから量履けなくなったから中高年に高値で在庫ロスなく売りつけるビジネスに変わった。高性能化もあるけど高額化の原因は量をさばけなくなったことが大きい。ガンプラ買って飾りたい気もするが一気に部屋が子供っぽくなりそうで躊躇してる。それより昔の怪獣とかのガレージキットがめっちゃ高なってるのなんなの。海外の奴らってガンダムのアニメ見てないのにガンプラ買うんだろそれが不思議だわ。日本は玩具の宣伝でアニメ作ってるのに。レアキットってなんだよ。なんで10年前の HGUC なんてありがたがってるんだよ。同年代として見てられねえよ目覚ませよ。駿河屋系の中古プラも取り扱ってるとこではガンプラ山積みされてた値段も釣り上げられとった。アジアだけじゃなく数年前からヨーロッパでも売り出してるからさ。フランスのおもちゃ売り場に、皆が一番欲しい、何個でも欲しい、量産機が山積みの画像見た時は何とも言えない気持ちになったわ。ガンプラは多分2000種類ぐらいあってそのうち再生産されるのは毎月20種類程度しかなくて欲しいものが再生産されるまで10年待ちとか当たり前だから。過去の映像作品自体は認知度が上がるわけでもなし盛り上がってないのでひたすら不思議な品薄だ。今更誰が欲しがるんだろうか。クローゼットにしまい込んでたただの HG が買った時の10倍くらいの値段になってる。自動車と同じで輸出に回してんじゃない？空前絶後の円安だから、海外で売れるものを国内で売ったら大損。バンダイがナムコに対して圧倒的優位にあるのはガンダムとドラゴンボールが売れているからだけど、ドラゴンボールは原作者が亡くなって長期的に見れば衰退していくだろうし、ガンダムはファンが高齢化しているし、
巨大ロボットアニメが時代劇のように衰退していく可能性は高いから、バンダイはこれからどのようにしてナムコに対する優位性を確保する気なのだろうか。ラブライブは少ない太客で成り立っているだけのコンテンツだし。RG インパルス買えなかったんを。ガンプラなんかどれでも一緒やろがハゲ。世の中で販売されてるガンプラの数と積みプラや転売用に保管され作られることなく一生を終えるガンプラ、どっちが多いんやろう。ライフリとイモジェはどこも大量に在庫あるな。あと、RG のエピオンは何か悪いことしたのってレベルで山積み。RG エピオンは2023年のトイネス年間ランキング入りするほど売れている。それでも残っているのは過剰出荷しすぎた結果だろうな。エピオンの反省点を活かして、インパルスは出荷数を抑え気味。プラモデルは需要と供給のバランス難しいからしゃあない。コロナ前の大きい店だと2割引き当たり前みたいなのも店側からしたら美味しくないし。ガンプラは再販するからいいじゃん。ことぶき屋は再販しないから転売価格が高すぎる。世の中にガンプラが趣味って陰キャそんなにおるんか。日本の男やばいじゃん。MGEX ストフリとかいう転売屋のお小遣い専用永久期間。MG 本までなくなったな。再販も全くや。ジャスティスの MG 欲しいんやが再販したの記憶の限りでは一度だけ。プラモの発売は半年に一個とかにしてくれないと作るのが追いつかない。Y は我慢できずに HGCE デスティニーヤフーショッピングの転売屋みたいのから買っちゃったわ。クーポンでほぼ定価くらいにはなったけど。転売するやつより積みプラおじさんの方が買ったらとりあえずすぐ組みたい人からしたら悪だよな。なぜガンプラは40年以上も売れ続けているのか?に対する反応集をお送りします。なぜなのか?おはげに強引に続編作らせた功績が今に繋がってる要因の一つだと思う。ターン A でもう終わりかなと思ったら見事にシードで跳ね返ったな。なんだかんだで途切れなくシリーズ続いてるのガンダムくらい?日本のキャラ物のプラモデルがガンダムとそれ以外で対別できるのはすごいと思う。遊戯王と同じで作者の手を離れても無限に続くシリーズになってる。ガンダムベースとかいう専門店まで生まれるとかなんなの。単なる模型需要ならもっとタミヤのも売れてるはずだし、ガンプラだけバカみたいに売れてるんだよな。コロナの時のタミヤの会長のインタビューで売り上げ伸びてるという話はしてた。その上でまあスケモに気軽に手出せる人はそんなにいないだろうしな。質と作りやすさと値段の暴力はすごい。継続的に新規が入りやすいんだよ。ガンプラから入った人がガルパンの時に戦車のキットだけって言ってるのは見たな。むしろ高いと思ってたらタミヤはスケモ関連では比較的良心的な値段の部類だと感じた。電気屋とかおもちゃ屋でずらーって色とりどりでデザインも違うシリーズが並んでるのは圧巻なんだわ。選べるって時点で人は満足得る生き物なんだ。HG〇〇 シリーズで200以上あるの頭おかしいだろ。子供でも比較的組みやすくてプレイバリューが高く値段が安い。商品の層もやたら厚い。そんな改造とかはしないけど、パチ組でも主人公機なら1000円ちょいくらいでかなりクオリティ高い、結構な大きさの立体物手に入れれるのがありがたい。高くしようと思えばできるけど、いっぱい売って作品アピールするためにあえて原価ギリギリで売ってるのはあると思う。エアリアルとか安ければ1000円ちょいで買えて、あの出来は異常。売れてるから安くできる。安くできる分技術研究に使えるの、独創ループ入ってるからな。ガンプラだけ射出成形の技術レベルが2世代ぐらい違う。出来も年々良くなるし、売れなくなる理由がないよね。年々クオリティアップしてんのが怖えよ。当然のように色分けしやがって。定期的にシリーズが続いてるのがでかい。戦争兵器は空白期間ちょいちょいあるからな。とてつもなく作りやすいプラモをアニメで宣伝してるだけなんだけど、それで売れちゃうんだ。アニメ放送してる最中に作中に出た機体を次々ときっと発売するのはバンダイ以外にはできないと思う。アニメのグッズとしてもプラモデルの存在は優秀だしね。そもそもフィギュアの質感よりやっぱプラの質感が合ってるなってなる。出来も年々良くなるし、売れなくなる理由がないよね。説明書さえ読めれば大概誰でも作れて、しかもそれなりのクオリティに仕上がる模型というのが強いんじゃないかな。突き詰める人でなければ塗装も改造もせずにパチ組で満足できるし。今のところガンプラが売れなかった時期とかない感じなん?SD が支えていた時代が少しやばかったみたい。あと V から G の前半までは良くなかったと聞く。G は師匠登場で巻き返した。ウィングはお姉様方もハマったおかげで OVA まで出せた。X はテレ朝の暴走に巻き込まれた。まあ V ガンが売れたから G ガンが企画されたんですけどね。数字的には悪いものではなかったが、新規の獲得はあまりうまくいかなかったのが痛い。
V ガンが売れなかったから宇宙世紀ものの企画が潰れて G ガンができたはずだが、どうせやるなら完全なプロレス物にしようということでアナザーになっただけやぞ。そもそも売れなかったらガンダム翌年に連続でやろうと思わんだろ。川口さんが言っていたことなんだけど V が商用的にバンダイの期待値へ届かなかったことは事実みたい。その結果を受けて大きなテコ入れが必要と判断した当時のお偉いさんの鶴の一声で予定されていた宇宙世紀の続きから急遽、格闘ものに舵を切ることになったそうな。なんだかんだ新しい製品出てるしデザインも長い歴史で多岐にわたるから作品知らないけどかっこいいって手に取る層もいるのだろう。安さとガンダムコンテンツの人気が大きいと思う。なぜザクばかりなのか？全部同じじゃないですかと言いたくなるぐらいの微妙な違いのやつも多いよね。まあ、これだけコンテンツが長いと仕方がないか。ザクばかり設定持ってるから。空張り出しやすいから。まあ、企業努力の賜物だよね。アニメシリーズをずっと続けてきて、製品も簡単なく出し続けて、技術もまさに日進月歩。初期のキットと最新キットで次元が3つくらい違う。一応は冬の時代もあるけど、SD ガンダムやら RG やらで見事に盛り返すんだよな。MG 忘れんな、RG 以上に鉱石でかいんだぞ。MG で一気にクオリティ上がったよな。初期 MG の試行錯誤感が好き。組んでよし、改造してもよし、すぐ見でもよし、いろいろ試すのもよし、かっこいいからよし、とその他に関しても、インパクト強い作品だからこそ続いてる。長く続ける弊害なのか、ロボットのデザインがプラモに縛られてるのが残念なところと思う。という一方、逆にゼータガンダムとか、何十年も再現方法模索るようなもんをなぜ出した？という気もする。当時とはガンダムってコンテンツに対する戦略が違うんでしょ。あとゼータはあのガンダムの続編ってこともあって相当手探りだったと思うよ。何らかんらでアニメにも数年に一度はヒットで出て生き延びていることと継続して作り続けてかつ廉価な方向にだけ寄せる失敗を回避できたことが大きい。結果論でもバランスよく品質を地道に改善して行った秘訣だね。だけど今は MG 冬の時代。フレームから構造を使い回せる機体の MG ならマイナー機体でも採算が見込めるけど下手にいろいろ乱発して赤字になると事業が継続できなくなるからそこは仕方がない。赤字ってのはその分の利益を帳消しにすることで引いては利益の数倍の金額になる。売り上げを失うことと同じだからな。MG はもう売り場に責ねえよ。ガンプラ全般が冬の時代だよ。年間発売品のほぼ全部がプレ版でその時期に争奪戦でしか買えないし。MGEX はすごいんだけどな。ストフリ欲しかったが未だに買えん。豊富な種類があり、手頃な値段の HG があるのが一番大きいと思う。MG や RG クラスだけしかなかったら、ここまで万人受けしなかったんじゃないかな。安価で楽しみ方の幅が広いからでしょ。丁寧に塗装や改造して仕上げるもよし、サクッとパチ組みしてアクションフィギュアとしてブンドドするもよし、買い手の数だけ遊び方がある。日本のアニメの最初期から関わり、亡くなった際には間違いなくニュースで取り上げられるほどの功績を積み上げ続けた富野が作品の土台を作り、昔はともかく塗装も技術も工具も必要ないいわゆるパチ組だけでそれなりにかっこよく仕上がるクオリティのプラモの商品を販売する。ファーストを代表に宇宙世紀が普及の名作である以上、世代が変わってもまた新しい世代を引きつける効果があり、新しい世代の何割かでもプラモを購入すれば利益が継続される。才能と企業努力の賜物としか言えんな。クオリティが高いアニメとクオリティが高い玩具。どちらが欠けても主役以外のモブ、どころかアニメに登場すらしないロボのプラモが人気になる土壌は生まれなかっただろうな。やっぱ安いからねガンプラ、他社どころか同じバンダイ製のロボアニメプラモに比べても安い。サーティミニッツミッションズでやっと同じくらいって感じるレベル。ガンプラたくさん売れてていいよね、白プラモ好きの俺、羨望の眼差し。ガンダムは架空の世界の話だからとっつきやすいけど城はそもそもリアルの歴史を知らないと興味が湧かないってのがあるかなー。まあ、自分のことなんだけど。ガンダムって言ってもザクだったり新しいガンダムだったりが常に生み出されてるからアニメとの相乗効果で買い手側の購買欲の刺激になるんちゃう。何かのグレードが冬の時代になったり終わったりすることはあるかもだがガンプラ自体が終わるってイメージは全然湧かない。なんかもう半永久的に終わることがないんじゃないかと思うとちょっと怖くもある。もう終わるでしょ。店頭に慢性的に並ばないしガンダムベース重視で地方客は切り捨てられたしその後は大幅値上げにさらなる品薄にして最後はプレ版のみの販売で終わりでしょ。
日本では縮小傾向だが今は欧米でも人気が出てガンプラショップとかもできてるからそれはない。アナザーガンダムでヒットしたものが出たのもポイントなんだよね。優しいものだけだと原理主義者が邪魔をして新規が入るタイミングがなくなって市場は縮小するしかなかった SD が一時期その役割を担ったけど、それとアナザーはリデコものが UC に比べて商品化しがたいけどシリーズを問わずにリデコ商品を出しやすくしたビルドシリーズが出てきたのも大きかった。そのあたりはやはり G ガンダムの成功が大きかったと思う。あれで SD から自動層を呼び込めて新規の入り口を作れたのと、従来層に対しては MG が生まれたことで新旧両輪体制が取れるようになりビジネスとしての安定度が格段に増した。初代ガンダムについている黄色い箱には何が入っているのでしょうか？に対する反応集をお送りします。黄色い目ってなんか怖くね。赤い方が怖い。急に黄色い箱をディズリ出してダメだった。この黄色い箱が強さの秘密でもあるのに。黄色い箱ってなんか設定つけられてたけど覚えてない。大河原氏は外にいる兵士が使う収納ボックスを想定して書いた公式にはならなかった。なんだっけヘリウムコアだっけ。あーなんかそんなんだった気がする。どんなもんか知らないけどなんか名前からして爆発しそうなもん全面に貼り付けるの良くないよね。おっちゃんリブートのモビルスーツでも黄色い箱大体オミットされるしダサいと思ってるの俺だけじゃなかったんだな。完成形のジムにはないしね。なんなのよねもう。ダサいけど今さらなくすのもなんか違うよねっていう困った部分。ストライクは黄色を減らしてシュッとさせてるよね。それっぽいディテールが黄色いとかならまだしも黄色をそのまんま箱として置いてるガンダムは確かにまあまあ少ない気がする。白いやつというほど白くもないが大体白い。 AGE1 は黄色い箱リスペクトしてるよね。昔は赤いクマ取りが格好悪く見えて仕方がなかった。このポスターもだけどアニメ劇中でもよく見たらガンダムの首っていうか襟ってどうも円柱っぽんだけど現代視点で見て格好良くないからか大体スルーかアレンジされるよね。白いアンテナもどちらかというと少数派だよね。サントラのジャケットとか絵本でたまに黄色くなるアンテナ。オリジン関係だと堂々と黄色くなってるイメージだ。アビコエだと目の色もコロコロ変わるというかオリジンでも変わりまくるのは面白かったがとしての見栄えで決めてるんだろうけどさ。黄色箱はともかくこの足の付け根とこう前誰かどうか解釈しても無理がないベースデザインなのは良かった。ガンダムもジムもザクも。ウルトラマンみたいに大元のデザインが完成されすぎてると後のシリーズで困るけどガンダムは正直当時の1ロボットぐらいの完成度だから、どんどん新しくてかっこいいものを提示できたのかもしれない。せめて作中に、パカッと開いて中のハンバーガーをガンダムが食べる、とかそんなシーンがあればよかったのにな。子供の時からビッグマックが入っていそうと思ってたと書き込みに来たら、すでに1でハンバーガーネタが書かれていた件。黄色い箱は前よりも尻についてるやつの方が気になる。大気圏突入の時のシートは別の場所からだっけ。この辺から出してたようなうろ覚えの記憶。腰の V 字のあたりじゃなかったっけ。あんまり知られていないが、フィールドデフレクターというらしい。 V 字からサランラップ出して被ると V 字から冷却された空気が流れ出すシステム。ハードポイントだな。ちなみに F90 は12箇所もある。違います。資料によっては確かに書いてあるな。ガンダムの機体各部名称に記載されている。ジムについてないから試作機ならではのもので必須ではないんだろうな。アレックスにはちょっと黄色いところがあるくらいでほぼついてないし、マドロックは大きさが半分になってる。ジムはコアブロックが簡略化されて空いたスペースに内装されたことになってる。Y は好きだよ、謎の黄色い箱。ついてないジムには違和感あるし、やっぱないと困るデザインだよな。いや、ジムはジムでああいうものだと思ってるから違和感を感じたことがない。というかむしろ、ジムボディにガンダムヘッド、ガンダムボディにジムヘッドをつけると違和感がある。ジムのようについてないと何かまな板みたいになって寂しいというか貧相に見える。こういうのって緊急時のテントやら水食料みたいな物資が入ってるんだと思ってた。コックピットが一番安全なのに外部に収納する意味。コックピットはコアファイターのものやから、狭くて収納スペースないやろ。Z プラスまた下何にもなくていいよな。ジェガンセやな。ガンタンクキャタピラ至上主義。大破して動けなくなった時のためのサバイバルグッズとか、アサルトライフル、服、テント、数週間分の飲食物、道具が入ってるとか。そういうのはコアファイターに積んでないと意味なくね。ヘリウムコントロールコアという設定になる前は、大河原さんも雑誌のインタビューなどで、ガンダムの腰のキャラメルにはサバイバルキットが入っていますって語ってたから、本人はそのつもりでデザインしたんだろうな。
イチスト世代ではないけど子供の頃に友達でメンテナンスハッチとか言ってたやつがいたわ。間違ってはいない、メンテナンスするときに開ける部分には違いないからね。開けたら何がある部分なのかって話。現代ならリアクティブアーマーって解釈するけど、当時だったら収納スペースってなりそう。一箇所だけリアクティブアーマーあるのもおかしいし、戦車とかにもある外装式の小物入れの方がわかる。あるいは試作機特有の計測機器スペースとか。当初はまさに、兵隊が使う装備の収納スペースとしてデザインされたらしい。大河原師団。それなら、ここに入っていますよという目印にするために黄色く色分けされていることにも合点がいく。ガンプラやイラストで開いてるけど、それでも何かはよくわからん。後のガンダムにはないからいらないって気がついたのかね。夢と希望。予備のプロペラントじゃなかったっけ？ヘリウムコアって案外知られてないんだな。知ってるよ。ガンダムの腰の横の白い突起のことだ。でもって、腰の黄色い箱はヘリウムコントロールコアだということも。この黄色い箱、メロンパン入れになっております。へいへい。はい。いらっしゃいませ。後からメカニカル的な理由いろいろつけたけど、当初はポケットのイメージなんだろうな。ヒーローロボットに軍事的なモチーフを取り込んだ黎明期だし。ヘリウムコアだったりサスペンションだったりする黄色い箱、あの部分に差し色として入ってないとデザインが間延びした感じになっちゃうと思う。初代で一番ダサいデザインは口の赤いとこだろ。赤いのって口じゃなくて顎じゃないの？あんたの考えがダサい。向きになって。俺は短パン型の腰アーマーが一番だと思う。リアルタイムミンとしては白タイツに赤い足カバーの方が破壊力感じたな。上半身は角張ってロボロボしいのに足だけシルエットが生々しいんだよ。逆に顎は気にならんかった。色数が多いと玩具っぽくなるし、胸の排気口とかの警告色でもないのに急に黄色が来るから本当にダサい。黄色いパーツ外すだけでかなり現代風になる。予備のサーベルとか絆創膏は言ってるよ。ドイツ戦車の砲塔後ろについている雑具入れを想定してたんか。大河原氏は、ヘリウムは不活性ガスだから爆発しないんだよな。気球が爆発しちゃうな。財布とスマホが入ってるだろ普通。ガンダムマーク2で連邦軍自らなくしたからな。黄色い箱アレックス GP1? 知らねえよ。いや、マーク2以前のものなんだから知ってていいよ。インや黄色い箱はヘリウムコントロールコアっつって、核融合炉に供給するヘリウム酸の供給をコントロールする装置が内蔵されている。ヘリウムコアは両腰のサイドアーマーの方やよ。ジムではコアファイターの代わりにカセット式コクピットブロックが内蔵されているけど、カセットは変形がない分余剰スペースが多くあるから、あの黄色い箱は内部に内蔵するよう改良されている。股間の V 字のところからはいやらしい触手が出てきて女性ジオン兵を襲います。トニー竹崎先生、お元気そうで何よりです。不思議なポッケ。叩いたらビスケットが割れて2枚になるだけじゃねえかよ。それがクッキーとクラッカ。実はうっすら透かしで核のハザードシンボルが書かれている。芋羊羹かと、もちろん剥き出しじゃなくてビニールっぽい何かでパックされてると思ってた。位置的に言って、あそこからはしごが降りて今週のびっくりドッキリメカが列作って出てきそう。弱点だよねそこ。工具ボックス。おそらく、最初につけた時には道具箱として想定されてたと思われる。後付け設定内部図解図でヘリウムコアなんて適当な名前が付けられた。さらにその後、ビーム兵器を安定稼働させるための増力装置的な役割と解釈され、現在に至る。うつ伏せに倒れた時にジャッキアップできるようについてるとか、設定にスタジオの絵が噛んでたのでクラッシャー状の服についてるボタンがクラッシュ弾だったかなので、外して投げると爆発するとか、外すと武器を増設できるようになるとか、ジオみたいに隠し腕が飛び出るとか、脱出カプセルとして使えるとか、外すと動力コードが出てきて波動ガンと繋げられるとか、後から何かのために使えるようにとりあえずつけてたのではないかな。予備ジェネレーター。今回は以上になります。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。プラモデル業界の将来はどうなるのか？ことぶき屋の国内プラモデル売上が42減少した原因を探るに対する反応集をお送りします。美少女フィギュアはバンダイもやり始めてるし、中華系もかなり出来良くなってきてるし、もうことぶき屋一強じゃなくなってるからしゃあないだろ。たまには海洋堂のことも思い出してあげてください。作品によっては伸びてるのな、人気作品の半券ってでかいな。初期アーマードコアのプラモは良かった。巣ごもりコロナバブルが弾けたかな。
フィグアもプラモも転売ばかりで買う気なくなった。コロナ災い終了で家にこもってプラモ作らなくなったからだろ。フレームアームズガールはもう少し大きくしてくれ、せめて今の2倍に。お値段が高い普通に7、8000円以上、中には1万オーバーだしいくら武器屋のが造形が良いったって。バンダイのはベースすら別売りでなるべく安くしようとしてるからそっちに流れてもしゃあないわ。普通にニーズに応えられてないからだと思う。72分の1ハンニバル再販してくれや。武器屋がダメなら青島はもっとあれなんじゃ。青島はダメとかじゃなくてプラモ界の狂犬だから比較の対象外。AC 頑張ればいいと思うけどバンダイ来やがったからな。なんだかんだでバンダイの組みやすさは強いでも筋彫り太すぎなのはそろそろなんとかしてください。あれは墨入れ用のペン売るためにわざと太めにしてるんだと思う。あんまり細いとペン先入らないから。なんで上場したのかね。かえって身動き取れなくなってるだけじゃん。バンダイの30モビルスーツの方が安いし作るのも楽で可愛いしな。戦車、戦艦のプラモメーカーピンチ。もともとピンチだったのでコロナ終わった後でもカンコレガルパン前よりマシっていう状況。この手のホビーは定期的に注目集める何かを仕掛けないとダメなんだなって。タミヤがそうなったら買いに行くからすれ立てしてくれ。タミヤはミニ四駆あるし大丈夫やろ。プラモ作る子いないもんな。買ってるのおっさんばかり。子供少ないしな。ニョゼのフィグア出せよう。バンダイ一人勝ちか。MG でもガミとか鳥海とか月光とか出してほしい。ことぶき屋がバンダイに奪われたものスパロボのプラモアーマードコアのプラモ。オリジナル武器パーツディテールアップパーツ美少女プラ。他には比べると改めてバンダイの技術はすげえことに気づく。ビプラ出しすぎなんだよ。いろいろ展開しすぎてるしバンダイにパクられての対抗かもしれんが全体で飽和だろ。バンダイが真似してキャバ嬢的な商品を出して、技術力を売りにして持ってくからな。コロナの需要が減ったバンダイににわか税を取られた原材料費の高騰分を自社内で飲み込んだから。ことぶき屋はしっかり再販してくれるから買い占める転売ヤーが撤退したな。今はバンダイに集中してる。そもそも欲しがってる人が多くないのでバンダイと違って再販しても瞬殺されないだけな気がする。プラスチックの原料の高騰も再販が遅れてる原因。一時期、マジでバンダイの再販が滞ったので転売屋が目をつけたのもある。中古屋も高価買い取り同時に高価販売してるし。アーマードコア関連頑張れよ。今年来年頑張るでしょ。ただバンダイが半額以下のお値段でそこそこディテールもしっかりしたやつ出すんでそこまで売り上げは伸びないかもね。一応廉価版パーツ分割は少ないので色分けマスキング作業が地獄と高級路線微細パーツまであるのでこれはこれで塗装が地獄で、同じ塗装地獄でも住み分けはできてはいるんだけど、ことぶき屋は中国生産、人件費や材料費の高騰など円安になると価格を上げる必要があるが上げると客が減るのであまり上げれない。よってその分の利益が減る。すいません。ことぶき屋ってどこにあることぶき屋のことを言っているのですか？埼玉にはないもんで。え？マジで埼玉にないの？てかバンダイだって工場は静岡だし直売的な店は数店しかないだろ。ことぶき屋だってプラモを扱ってるところなら普通に置いてるところも多い。こんな時に国内でなく中国に新工場用意した時点で競争に負けてる。バンダイの新工場は国内に用意してるのにそや30ムズに駆逐されるわ。中国で始めた時期自体は悪くなかったが、大きなメーカーではそもそもないからな。プラモ？いや、本当にできるの？だった。模型ブーム終わり？ロックマンのプラモだけは続けてくれ。スパロボのプラモ奪われたの結構大きいよな。スパロボのキットを出していた時期はビキヤが商用プラモを本格的に開始した初期の頃で、今と違って精密ではあるけど愛が悪かったり精度が微妙だったりで、当時でもバンダイのガンプラと比較されて色々と言われてたから。あと価格の上昇と、終盤は機体のチョイスがある種マニアックゲシペンスと縛りに走りすぎて、突起透き通からそっぽを向かれたのも、価格とか設計の問題とかスタイルや見た目重視のせいもあってか、変形合体系の機体やその再現がほとんどなかったのも痛い。奪われたって言うけどことぶき屋は近年スパロボのプラも出してなかったし出す気もなかったでしょ。そこにバンダイがスッと入ってきて今のところそこそこうまくいってるのでは？FAG フレズベルクは各種類を6体ずつ揃えるくらいには買ってるから潰れてくれるなよな。旧ボッシュフレズベルク試作まであったのにな。フレズ、アーテル、インバート、ルフス、アルバス、バイクフレズ、ビキニフレズ、ビキニアーテルの8種類 ×6? しかもフレズアーテルインバートはクリアバーもあったよな。そして来月あたりにコルニクスが。しかり、推し活とはこうするのだ。
124はどこの世界線の話をしてるんだろうか。再販度合いならバンダイの方がはるかに多いし、そもそも武器やプラモって簡単に売り切れるほど需要あるの？あったとしてそれは十分な供給の上で売り切れてんの？近所のプラモ屋に発売日に行ったら全く売ってなくて、売り切れたか？と思ったら普通に発売日に入荷してないだけだった。欲しかったバルクアームラムダはちょっと遠出してコトブキ屋ショップで買ったよ。発売日から1週間程度で近所でも入荷したけど、棚からはあまり減ってない。もう一つ買おうかな。バンダイが技術力上げて可愛いやつを安く作るようになってるのにコトブキやハマー可愛くなってるけど基本リデコで数稼いでるから飽きられやすいんだと思う。可愛いやつ作れるようになってきたのはバンダイというか業界全体だな。バンダイの技術力は値段と組みやすさだからそれ以外は他社のが技術あるところも多い。リデコというか、露出型の同じ体型、同じスタイルの美女、美少女ばかりよね。良くも悪くも。ようやく女神でロリ系のニモフとか JC くらいのバスタードールが発売されるされたけど、基本同じスタイルの美乳美尻以上の女性ばかりだもの。一方で、FAG は露出型に走ってるし、キズアヤは速も悪くも JK 縛りなので人を選ぶし、アルカナディアもファンタジーのア人間縛りなので、これはこれで人を選ぶ。そういうのが好きな人には刺さるけど、そうでない人にとっては、バンダイみたいに悪い話も聞かないし単純にシェアで負けたのならかわいそうではある。一生懸命展開してきたシリーズをうちの方が安く作れますけどって転売リスク抱え込んでまで価格破壊してくる企業相手に真っ向から勝負してもそりゃ勝てませんわ。単に規模が小さいからなだけだと思うよ。会社に興味持ってる人が少ないから情報が出回らないだけ。テレビ朝日と提携してたのだけが気になる。変な横やり入れられなきゃいいけど、ことぶき屋は企業規模が小さいのに自社 IP がフレームアームズくらいしかないのがな。バンダイや高富みたいなでかい上に自社で人気 IP を持ってて新規キャラクター展開も活発な企業とかグッスマみたいなアニメやキャラクター事業にも積極的に出資しながらキャラクター商品を手広く展開してる企業と比べたらそら閉塞感もあるわなと。ことぶき屋が自社 IP で現状一番力注いでるのは総裁少女庭園とアルカナディアじゃない？あとは国内生産を前面に押し出したメガロマリアが今後どこまで定着するか次第。総裁は最初転売に殺されかけたけど生産ライン先まくったのか、本当にいつでも買えるプラモになったね。地に再販たまに見る女神デバイスと FAG が買いやすいかな？その代わりにアルカナディアが買い逃したら最後みたいな状況になったがアルカナディアは展開に力入れてるけど、再販は行くも以降6にやらない印象なせいでソフィエラもひどい争奪戦になったし、デカイルミティアなんて作ってないで。ここらで最初の3人の再販でもしてほしいわ。今回は以上になります。動画制作のモチベーションになりますので動画が面白かったと思う人は高評価チャンネル登録コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。今の環境でも簡単に買えるガンプラでおすすめ教えてに対する反応集をお送りします。従来のおすすめキットは今はもう手に入れづらくなってるので簡単に手に入るものの中からおすすめを教えてほしい。水星系はフォーマットも最新で普通に良いキット揃いだと思うよ。ザウォートがノーマルもヘビも全然見かけない。水星の量産機だと他より頭2つくらい抜けて人気みたいだな。うちの近くのイオンのテナント電気屋には結構残ってたわ。キャリバーン、ミカエリス、デミバーディングも。ディランザ系が全然ない。再販減ったからなくなり始めてきてるけどね。キャリバーン改造用にもう一つ買っとくべきだった。気づいたらもう近場にない。それこそプレバンにあるぞキャリバーン。なんならスコア5もまだある。HGUC のニュートサザビー。RG の介護官ってわけでもなくこっちの方が好きって人も多い。ニューは今なら EG の方が良くない？フィンファンネルなしでいいならそれでもいいんじゃない？でも HGUC の方が店頭でよく見る気がする。正直スタイルは RG より圧倒的に HGUC の方が好き。ただ逆シャーシリーズは全体的に黄色が足りない病に罹患してるよね。当時は元より、HGUC2008 年でも色分け技術は発展途上中だったから、同期の HGWO も色分け的にはまだまだだったし。さすがに古くてな。ナンバー2桁台の HGUC はもうきつい。サザビーは知らんけどニューは別にきつくなくないか？関節が ABS って時点で、摩耗が早いし気軽に品薄のせいで買い足せないし買えても複数買いが品薄のせいで禁止になってるしいいことねえな。KPS になってくれりゃいいけど、そうしたら今度は EG の立場がない。RG エピオンはいいぞ。デミバーディング。
保存用と素組み用と全塗装用と改造用と2個1のパーツ取り用のエコ替え。ガンプラとしてはお買い得よね。ファングッズとしてはさすがにチチュデミ選ぶけど、今なら HGUC のあったいかな。ほぼ合わせ目消さなくていいし、色分けも簡単だから塗装も楽ちんよ。もちろん素組みでも可愛い。あったいなんて今じゃ瞬殺で定価じゃ買えないよ。昨日量販店巡った時に割とあったからどこにでもあるのかと思ったけど、そうじゃないのね、申し訳ない。地元地域だとジオン系はすぐに売れる。残っているのはシャーザクとゲルググぐらい。アッタイは売っていないけど代わりにベアッタイお花&アロハロセットならある。シャーのゲルググ。シンプルでいいぞ。ゲルググは毎回瞬殺だろう。は？ホビーサーチで半年以上在庫あるが？両ゲルググは、もう1年半近く再販されてない。シャーゲルググは、年4、5回は再販されてるから、残っている店舗もあるかと。HGUCF91 で色分けの特訓を。F91 もなんか再販頻度高い気がする。アデル、G バウンサー、G サイフォス、これらは今中古屋でも2000くらいだからいいやもしれぬ。今現在 Amazon 販売でポチれる中ではビルドバーニングがいいかな。ハンドパーツいっぱいついてて楽しい。子供と二人でキャッキャウッフするなら、ハワイアンベアッタイセットとかね。アッタイの腕関節は子供には無理だから手伝ってあげたりとか。割と真面目に総決伝と SDW が作りやすく数が揃うのでおすすめしたい。トールギスやレジェンドあたりならモチーフモビルスーツへの先祖返り改造にも挑戦できるよ。ストライクやイージスあたりになると、まあドンマイ。RG ガンダムマーク2。うちの周り RG のマーク2見かけないから羨ましい。エピオンやニュー、アーリーウィングは結構あり余ってるけど。フルメカのフォビブンと、HG のレーダーはよく見かけるな。から見て、貴様はどこで戦っている？同スケールで新作連発し、公開処刑気味に売れ残っている RG の RX78。クシーやペイネロペイはデカさや値段もあって再販品は比較的簡単に買えたりするな。だいたい半月から1ヶ月ぐらいかけてじわじわ売れてくイメージがある。手に入りやすさで水星&種自由以外なくないか。種自由とか棚に並んでは消えるイメージ。再販でも翌日にあるのはイモトルドラくらいだ。イモシェ、キットとしてはライフリよりできいいと思う。SDW のスペリオル役ドラゴン系は元ネタを考えればそこまで塗り分けなくても妥協できていいぞ。組み替えも楽しいしな。が、ガンプラくん。ライメックス素材もろくね。ランナーモードに組み替えようとして関節ぽっきりいったんだけど。あの出来でニュートカの高めの EG とほぼ同じ値段って舐めてるとしか思えないんだ。あれ買うくらいなら適当な SD 買うわ。V2 アサルトバスター。一辺組んだ後アサルトとバスターにそれぞれ組み替えるのは難しいし、光の翼がついてないが好きなキットです。去年までシャーズ語とか、不死鳥のように売り場に残っていたのに、あの映画のせいでいいわら。やっぱババア、ゲルググメナースってプラモデル買ってこい、赤いゲルググって書いてるやつだぞ。って言われて。シャーゲル買って帰る母ちゃん、日本全国に何人かいたのかな？暇つぶしに作るのにちょうどよくて作った後も結構遊べる、イージーラーガンダム。発売前に写真見てよ。こいつ青い部分が紺色だからいいねえと思って組んだら青い部分が黒かったでござるの巻。アバター踏みな、プレチで買わざるを得ないのかと思ってたら、定価で買えたし、なんなら今はアマゾンでも安めに買えるな。電気屋にナラティブ求めて探してたらなかったが、アバターフミナはどこでも定価で3個くらい並んでるので、おすすめキットだな。クシーとペイネロペイは映画効果が収まったのか、きっちり定価で買える今がおすすめだな。同じ大きいキットだと、ナラティブ A 装備もなんか定価で買える。これだけガンプラが品薄でプレネついてる中で、HG の F91 が1000円くらいで売ってて驚いたな。小型モビルスーツの改造素体にするにも適任だし、今が買いだと思う。いつでも売ってるレベルなんてもう境界線機しかないだろ。大手家電量販店でも色々な店舗見回ってると、これまだ売ってるん？とかにラッキーだったりなことに結構出会えたりする。HGCE のフリーダムガンダムとか、割と見かける気がするけど、異様の機体が好きならティフォエウスガンダムとか、活躍が微妙だったせいかだだあまりだぞ。つまりまとめるとイモジャとミカエリスとデミバージングを買えばいいわけだな。どれも造形はいいし飾るのに楽しいギミックもある。組んでみて妙な満足感があるのはディランザ。一般カラーを2体買えばダブルシールドもできるし、劇中再現ラウダ先輩が死んじゃうようもできる。確実に手に入るというならプレミアムバンダイの工場的に売ってる通常商品たち。HGUC ニューガンダムとかはポチればすぐ手に入る。
プレ版で買えない人もいるんですよ。世の中にはクレジットカードを作れない人がいる。俺もそうだった。プレ版はコンビニ振り込みで買える。振り込むコンビニすらない僻地だと思う。プレ版関係なくプラも買うの難しいやろ。時々出てくるこのプレ版買えない君は何をやらかした人なんだろ。赤版だってサブ赤作る方法なんていくらでもあるし、カードじゃなくても支払いする方法もあるんだし。子供か、利用方法も見ずに自分は使えないと決めつけてる人じゃないか。同居してる親とか奥さんが趣味に理解がないので、こっそり買ってきたい人？あとは、予約から発送まで間が空きすぎて事前にスケジュール調整しづらいだろうから、長く家に帰れない仕事の一人身だと使いにくいかも。プレ版そのものが利用できないだと、クレカを持ってないかクレカが作れない未成年の子供や無職に引きこもり、生活保護などの理由で作成できないなど、ネットを使用できない、もしくは使用が制限されている寮生活だったり海外在住、超田舎でネット環境が整備されていないなど、仕事が忙しすぎて、アクセスする暇がない超ブラックの社畜生活で、ログインする余裕がない、あたりだろうか。ログインはできても手に入らないだと、ログインした頃には必ず売り切れてる極度に運が悪すぎるか。毎回売り切れた後にしかログインできない生活をしてる、家族の監視がきつすぎる妻や母親など、家族が買ったもののチェックをしてるせいで、迂闊に買い物できない、とかもあったりするけど、